大日本プロレスアウトロ小林です。王道トーナメント出場することになりました。1回戦は田村ですね。まあ気を抜かずに一戦一戦大事に戦おうと思います。8月15日大日本と興行かぶってんだよ。だからその道場で取りにくくて、自分の店で取ってるよ、自分の店で。でなんかこれ取ってって若手に頼みにくくて、自撮りだよ自撮り。1回戦田村おお、こんな顔か忘れちゃったな、当たってるしね、去年龍かね、上がってたけど、あ、思い出した、こいつなんで俺の横に乗ってんだよ、こいつちょうど光ってんな、こいつポスター俺の横の、あ、だんだん思い出してきたぞ。あ、王道トーナメントターゲットは宮原だな、宮原、それしかないでしょ、ね、まあ正直ね、全日本ってなんだっけ、なんかキャッチフレーズだったな、明るく楽しく激しく、俺のこと言ってんじゃないのか、前も言ったけど、まあ明るく楽しく激しく優勝しちゃいますよ、はい、この夏は私のためにあります。以上です。愛してエボリューションの田村団です。今の心境はそうですね、そうそうたるメンバーの中 で、まあ、相手はアブローラー小林さん、小林選手ということで、そうですね、相手でかいんですけど真っ向からぶつかっていきたいと思います。わかんないですね、まあ、決勝で当たりたい、当たる人とやればいいかなと思います。はい、そうですね、1回戦から、なかなか強敵というかくせ者なんで、まあ、頑張っていきたいと思います。斉藤純です。はい、斉藤玲です。この間デビューさせていただいたばかりなんですけど、まさか王道トーナメントに出させてもらえると思ってなかったので、精一杯頑張って、まあ、弟に負けないように、はい、頑張りたいと思います。はい、まあ、自分も兄と同じような答えになってしまうんですけども、デビューして、あまり時間が経ってないのに、こういったトーナメント、しかも、人数の多いトーナメントに出させていただいて、はい、すごい光栄です。一生懸命頑張ります。石川選手とやらせていただけることでもとにかく嬉しい気持ちでいっぱいです。まあ、とにかく、思いっきりぶつかっていって、恥ずかしくない試合をできるように頑張りたいと思います。はい、はい、まあ、自分も嬉しい気持ちが大きいんですけれども、嬉しいのと、あと少し、はい、ちょっと緊張とちょっと怖い気持ちもありますけれども、はい、頑張ってぶつかっていきたいと思います。はい、そうですね、もし決勝でやらせていただけるとしたら、やっぱりジェイク・リーさんとやらせていただきたいと思います。はい、はい、自分もやっぱり三冠王ということもあって、ジェイクさんが上に行くんじゃないかなと思うんですけども、あとはジェイクさんと今日対戦する芦野さんも決勝にもしかしたら行くんじゃないかなと思います。はい、とにかく一生懸命頑張ります。絶対弟には負けませんのでよろしくお願いいたします。自分まだちょっと初勝利がないので、まあ、頑張ってちょっと初勝利を、掴む、ようにしたいなと思います。はい、
はい、頑張ります頑張ります。全日本プロレスさんはですね、王道トーナメントってね、俺にとって相性がいいんで、はい、燃えてます、はい、いやもうね、もう若手ですからね、それもガチしって、まあ、自分自身も、うん、なんか勢いを出す、うん、ものにしたいなと思います、はい、うん、もう当然ジェイク・リーだね、うん、もうそこをもう倒す、うん、あのね、三冠のベルトにね、あのこぎつけるためのこの王道トーナメント優勝にしたいと思います、はい、はい、もう王道トーナメントですね、もう今年もスワマが優勝したという形を最高の締めくくりにしたいと思います。皆さん応援よろしくお願いします。全日本プレスの石川修司です。ちょっとね、コロナで、自分が試合しばらく休みになって、久しぶりの試合ということなので、めちゃめちゃ気合入ってますし、コンディション整えてます。この一戦、この一戦じゃない、このトーナメントが必ず俺が優勝したいと思います。1回戦の相手が斉藤潤ということなんで、まあ調子に、まあでもね、デビューしたばっかなんで、うん、まだ自分の技術ないと思ってますけど、どうせやるんだったら、なんかその相撲に培った力、思い切りを演じていくとして、こう僕も久々の試合なんで、めっちゃ気合入ってきて、正面からぶつかり合って、さらに気にしたいと思います。決勝の相手は、まあ、本当はね、アシュラの選手と戦って、ジェイク・リーのベルトに挑戦するつもりだったので、ジェイク・リーが上がってくるんじゃないかなと思いますので、ここでジェイクを倒して、王道トーナメント優勝者になりたいなと思います。パープルヘイズの入江茂弘です。自分はこの全日本プロレスで何か結果を残したいとずっと思ってますんで、この最大のトーナメント、これに優勝すれば全日本の全てを取ったことになると自分は思ってますんで、必ず優勝します。1回戦の相手、熊嵐選手は僕を一回り二回り大きくしたような選手で、もう被るところもいっぱいあるんですけど、似たような選手はいらないんで、僕が1回戦でぶつぶしてやります。これを優勝すれば三冠見えてるんで、僕は三冠を狙いに行きます。入江茂弘は世界の全てを取りに来た、この王道トーナメントも全てを取ってやる。トータルエクリプスの熊嵐だ。久しぶりのシングルの公式戦でね、うん、若くするね、うん、やっと表舞台、全日本プロレスの表舞台に帰ってきたなって感じがしてワクワクしてます。1回戦、入江だよ、入江茂弘、おい、モヒカン対決だな、おい、どっちがよ、本物のモヒカンか、パワーのモヒカンか、スピードのモヒカン入江か、ああ面白いんじゃないか、見に来る客は面白いと思うよ。決勝はよ、もちろんよ、反対ブロックにいるだろう、大森高尾だよ、大森高尾、おい、どっちが本物のワイルドか決めようぜ、決勝で、王道トーナメントな、明るく楽しく激しく、うん、熊嵐のプロレスに刮目しな、ご来場お待ちしてるぞ。もうね、この王道トーナメント、過去に優勝したとか、そんなね、ことはまかり通らないぐらいの今回32名参加っていう、もう本当新しいトーナメントじゃないかっていう気持ちで僕はいますんで、はい、32名ってことはね、何回戦って優勝が見えるんだっていうぐらい先が見えないトーナメントになりますから、非常にタフな戦いになるでしょうね。正直ね、
小玉気持ち悪い、うん、印象はキモいけど、ただあいつなんかね、キモいけど、うん、キモいけどなんかね、まだねこの全日本プロレスのジュニアの中で全部出し切ってないと僕は思ってるんで、いつベルトを巻いてもおかしくないような実力者っていうのは僕はもう肌で感じてますよ。彼と戦ったことがありますけど、タッグマッチで、ただキモい、キモいやつと1回戦からやるのはちょっと非常にナーバスですよ。もうね、反対ブロックに現チャンピオンジェイク・リーがいるっていうことは、おのずと世の中も全日本プロレスの会社自体もね、それを望んでるんでしょう。決勝で当たることをもう一度、ジェイク・リーに申し訳ないけどね、短命のチャンピオンで終わることになると思いますよ、この王道トーナメントを経て、うん、アブドラさん、ここに出てるんですか。もう同じブロックはい、当たる可能性もあります。マジで、それ知らなかったの、本当にアブドラさん出んの。もういい、やむアブドラさんの話やめよう、もったいないよ、時間が。2021王道トーナメント、このトーナメント優勝するのは満場一で宮原健人です。こんにちは、小玉です。8月15日より王道トーナメントついにスタートいたします。小玉祐介も出場いたします。1回戦はあのエース宮原健人選手、楽しみ、すっごく楽しみです。児玉雄介が王道トーナメントに出場したらどうなるのか、皆様にしっかりとお見せしたいと思います。ご質問はありますでしょうか。せっかくなのでトータルエクリプスで対決をしたいなと思います。ジェイクさんとか来ないかな、楽しみです。32人も出てるんでね、いろんな組み合わせが楽しめると思います。皆様一試合一試合見逃すことなくお楽しみください。児玉でした。I'm Francesco Akira. Hello everyone.An Odo tournament is soon to come. And you know what? That's my big opportunity to come back on top. So I'm ready to fight till I die. Izanagi-san is sure a tough opponent, but I remember my first victory in Japan was against Izanagi-san. So I will beat him again. Final round, I would love to wrestle the new Jake Lee. I would love to wrestle him.So, for the first time, I will become the Odo tournament winner too, and the first European to do it. Odo tournament に自分が出るとは全く考えてもなかったんで、振って湧いたチャンス、必ず生かしたいと、すごい喜んでます。トーナメント出ること、光栄です。本当にラッキーだなと思ってますね。自分の目標である世界ジュニアに、ちょっと手が届くチャンスじゃないか。アキラ選手を倒せばその資格があると思うんで、それにね、いきなりでかい人とやりたくないですから、最高の戦いしたいと思います。決勝はやっぱその、ゼウスがどうしても上がってくると思うんで、やりたいかって言ったらやりたくないですね、残念ながらゼウスと敵対しないっていう誓ってるんで、自分にできたらやりたくないですけど、私が上がっていけば、当然ゼウスが待ってると思うんで、当たりたくはないです。はい、王道トーナメントは今年の王道トーナメント、誰が優勝するか俺が教えてやろう。優勝は俺だ。お前の指示通り俺が優勝する。お前の思惑通りには誰にも言うじゃねえぞ、誰にも言うじゃねえぞ。優勝は俺だ。